もどこでもグリーンオン。この番組はですね、グリーンがお届けします。ラジオ的 YouTube で、何かの片手間で結構ですので聞いていただければと思います。本日ご紹介したい、ルールなんですけど、こちらです。ウォーターハザードの救済と処置ということで、レンジャーの動画って多分皆さん見ていただけてると思うんですけども、最近イエローがものすごく、可愛い女の子2人とラウンドしてる動画が毎日アップされてるんですよ。まあ羨ましい限りなんですけど、それの、65話だったかな、65話の3ホール目に、イエローとチナッティが池に入れるんですよ。でその処置、まあ、救済の仕方っていうのがものすごくもったいないんじゃないかなと思ったんで、まあ2人にはちょっといい題材をもらえたんじゃないかなと思って、僕はちょっとこれを一つ動画撮りたいなって思ってたのもあったんですけど、まあ、前回も、まあ、前回っていうか3話目に、まあ、ウォーターハザードの件もやったんですけど、まあ、1話使ってちょっとこの件は話したいですっていうことは言ってたんで、ちょっとこのウォーターハザードのことに関してやっていきたいと思います。まず早速なんですけど、ウォーターハザードって菊井と赤井があるんですよ。でこの処置が菊井と赤井によって変わってくるんですね。菊井だったら3つ、赤井だったら、5つ。もちろん被ってる部分あるんで、それも説明させていただこうかなと思います。まず共通部分、菊井でも赤井でも共通部分が3つあるので、まずこの3つからやっていきます。こちらです。1つ目、そのまま打つ。例えば、まあ、菊井の中に入った、赤井の中に入った、でも打てるのであればそのまま打って OK です。これが無罰になります。ただ今のルールだと、例えば水につけちゃダメ、まあ、自然物を拾っちゃダメっていう形になってるんですけども、これ1月からちょっと変わるので、まあ、ここら辺ちょっとまた変わり次第また詳しくは説明しますけど、そのまま打てるのであれば打つで、ソールは今のところは水につけられないっていうのは、覚えていただければと思います。そのまま打つ、無罰です。で2つ目、元の打った場所から、まあ元の打った場所付近ってことですね、元の打った場所付近からドロップにより打つ、これは1打罰。まあ、これ、まあ、例えばティーショットだったらティーショットからまたもう一度ティーショットで打てますし、2打目入れたんだったら、2打目打った場所に戻って、4打目を打つという形になるので、まあ、これ多分分かると思ってたんですけどね、これ僕イエローに言いたいんですよ、この部分です。で3つ目、ボールがハザード境界線を最後に横切った地点から、あ、地点とポールを結ぶ線上後方にドロップ。もちろんこれ1打罰なんですけど、まあ文字で並べるとすごい何言ってるか分かんなくていいんで、ちょっと絵下手ですけど、まあ絵下手なの、まあ、僕が一番知ってるんですけど、ちょっと簡単に絵描いたんで説明します。まあこれがグリーンですよね。でピンがあって、まあ、池があって、ボールを打ったらこの線で池に入ってしまった。でもまあそのまま打てない、ちょっと元に戻るよりはもっといい救済処置がないかってなった時に、まあ入ったところですねが X 地点としたら、これをピンと線で結ぶんですよ。線で結んだところのこの X より後方だったらドロップして OK です。なのでまたかなり長い距離を打って、まあ、池に入ってしまったってなったら、まあ、
元に戻るよりは、まあ、近く乗った方が、ね、乗る確率っていうのももちろん高くなるので、この救済処置を受けられるんですよ。もちろんこの入った地点に前に行くことはできないので、入った地点から後ろっていうことですね。この後ろっていうのはどこまででも後ろまで行けるんで、まあ、そこだけ覚えててもらえればいいと思います。でこれ3つ目で、黄食い赤食い、これ共通です。であと2つっていうのが、赤食いにあるルールなんですけど、この間動画に上がってたイエローとチナッティの救済処置っていうのはこれだったんですよ。2話、3話、4話で、一気に上がっちゃったんで、そのもうちょっとまとめてコメント紹介させていただくんですけども、まあ、ちょっと上のウェアの話、どんなウェア着てますかみたいな、どんだけお金かけてますかみたいな、前ちょっと紹介したコメントにさらに、まあ、コメントが来たんですけど、まずザクシーさん、いつもありがとうございます。まあ、ウェアノンスタイルのがデザイン品質お値段3拍子揃っていいと感じてます。ガリュードーさん、ヘタッピゴルフ研究所さんの限定ウェアも愛用してます。レビスさんは、そういったアパレル関連のグッズ販売の予定はないんですか。あ、アパレルグッズ、うん、関連ファングッズ展開の予定はないですか。考えてなくはないです。ただまだ具体的にはなってないんで、まだ先の話かなと思うんですけど、これは楽しみにしていただければいいかなと思います。まあどうなるかも分かんないですね、まだね。はい、リオンさん、ドレスコードの話が出ましたが、レンジャーの皆さんがゴルフ場に行く時の服装なんかも見せてほしいです。これに対してレフティの AB 型さんも、動画でちょっと見てみたいと。抜き打ちでレンジャーの服装チェックをドンコニッシのファッションチェック風でお願いしますっていうコメントが来てるんですけど、これちょっと面白いんで、まあ、どういう服装で行ってるのか多分皆さん気になる、まあ、大した服装してないですけど、まあ、これも動画にしたら面白いかなって。抜き打ちでやるとダメな格好あるかな、わかんないな大丈夫、まあ、そんな変な格好はしてないですけど、いい格好もしてないんで、あんま期待しない方が面白いかどうかわからないですけど、これちょっとまあ動画でグリーンの企画でちょっとやります。はい、鉄高さん、ごめん、イエローのご褒美がすごすぎてそっちばっか見てる。まあわかります、そうでしょうね。まあ僕も見てます、アップされた瞬間に見てます。で、あれ、あの動画撮ってる時、僕とブルーと、まあ、レッドの奥さん後ろの組で回ってるんですけど、もうほんと楽しそうでした。もうキャピキャピで、おい楽しそうだなみたいな、ずっとブルーと話してました。羨ましいですよね、あれ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。恵比寿ゴルフレンジャーイエローでした。